の小川知事よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは、県知事の小川博でございます。本日は大変お忙しい中、私どもの福岡健康づくり県民会議総会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また原中副議長をはじめ県議会の先生方にはご臨席をいただいております。厚く御礼を申し上げたいと思います。皆様方におかれましては、日頃それぞれのお立場から地域の振興にご尽力をいただき、また私どもの県政に多大なるご協力をいただいているところでございます。この場をお借りし改めて感謝を申し上げます。本県におきましては人生100年時代、それが到来していく中で誰もが生き生きと活躍をし健康で充実して過ごすことができる100年グッドライフ福岡県、これを目指しているところであります。医療介護を充実させることはもとよりのこと、県民の皆様お一人お一人が改めてご自身の健康について考えていただき、それぞれ具体的な取り組みを行っていただくことが重要であります。このため平成30年の8月、この県民会議というものを立ち上げさせていただきました。検診受診率の向上、食生活の改善、そして運動習慣の定着、この3つをの取り組みを柱といたしまして、具体的な行動目標をそれぞれ設定をし、健康づくりを県民運動として進めさせていただいているところであります。今年度におきましては新たにチャレンジレシピコンクールの開催でありますとか、スロージョギングの普及を行いますとともに、一昨日でございますが5日から福岡健康ポイントアプリ、その配信を開始いたしております。詳しくはこの後のでご紹介をさせていただきますけれども、皆様方もこのアプリをぜひともダウンロードしていただきまして日々の健康づくりに取り組んでいただきたいと、このように思います。本日はこの後健康づくりの有料取り組み団体事業所と、またチャレンジレシピコンクールそれぞれの表彰を行わさせていただきます。また日本医師会の横倉会長、九州歯科大学の柿の木教授、アクサ生命の熊本支社長からそれぞれ健康づくりに関してのご講演をいただくことになっております。その後有料取り組みの表彰を受けられる皆様方、そして飯塚市の方からそれぞれの取り組み事例の発表も行っていただく予定でございます。皆様方の取り組みに大いに参考になるものばかりだと思っております。ぜひ具体的な取り組みに生かしていただきたいと、このように思います。県といたしましては、本日の総会を契機といたしまして、多くの県民の皆様に健康づくりについてより一層ご理解を深めていただき、その取り組みの輪が県全体に広がり、また浸透していくよう、皆様方と力を合わせて、この県民運動というものをこれからも進めさせていただきます。県民運動によりまして、県民の皆様はより生涯にわたって健康で元気にお暮らしいただけるよう、その実現というのを心から祈念をいたしまして、主催者の挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。